じゃじゃーん。今の僕のね、机というかテーブルの上ですね。テーブルというか、まあ、これこたつなんだけど、あの、こたつの布布団はね、あの、つけてないですね。はい。でね、このテーブルの上でね、最近結構遊んでるんですけど、おもちゃの街がね、だいぶいい感じになりましたね。こんな感じで。まあ、ちょっと今散らかってゃったんだけど、本当はもっといい感じだったんだけどね。あのー、ツイッターにね、とかインスタグラムにね、逐一画像はあげてます。 見て、この道路なんだけど、これ何かっていうと、一つ一つがカードになってるんですよね。そう、最近ね、カード作っててさ、これこれ。こんな感じで、トレカ作ってるんですよ、勝手に。勝手にトレカ。そう、こんな感じで。でね、この、まあ、表面っていうか、こっち上はね、あの、普通のトレカなんだけど、裏面にすると全部ね、同じ柄なんですよね。全部道路になってて、こんな感じで。はい。なので、 まあすべてのカードがおもちゃの街の道路になるっていうね。便利機能がついてるっていう感じで。はい。ちなみにこれはね、こんな感じで、まあこれね、偉人が載ってるんですね、ここにね。その偉人の、まあ、関する新聞の記事を貼り付けるっていうね。海外でそういうカードがあるんだけど、まあそれをね、パロディしてやってます。このね、カードを作ったのは、まあ材料大体100円って大体っていうか全部100円ショップで買ったかな。 ま、印刷するのがね、ちょっと、あんまり良い,いプリンター使ってなかったっていうのと、あとプリンターの調子が悪かったっていうのと、あと普通紙に普通画質で印刷したから、画質悪いんだけど、そうそう。ま、それに、プね、あの、ラミネートみたいな感じでやって、角がね、こんな感じで丸いんだけど、これがね、ミソで、えっとね、どこだっけなここだ。これ、これ使ったんすよ。これもね、ダイソーで買ったんだけど、ペーパーパンチなんだけど、 これでね、カードを作れるんですよ。一発で。こういうの、カードをね。なのでね、これ、あの、僕が言ったダイソーにはね、なんかね、他のはいっぱい売れ残ってるのに、これはラスト2個でしたね。だから、ちょっとこれでカード作ってる人多いんじゃないかな。と思ってます。はい。でも、このブルーレイ、ポータブル,ブルーレイプレイヤーでね、いろいろ DVD 見たり、ブルーレイ見たりしてるんですけど、今見てたのはね、これかな。 はい。プラレールスペシャル DVD D。あの、Mac でもらえる DVD D あるじゃないですか。トミカとかプラレールとか、アニアとかの。それのね、一つなんだけど、最近それを見るのにハマってます。あんまそれ見てる人いないと思うんだけど、結構面白くて、おもちゃの宣伝的な感じなんだけど、それが一番楽しい。おもちゃの宣伝を受けるのが楽しすぎる。リモコンもついてますよ。はい。でね、この中で言うと、まあ、おもちゃの街で、あ、そうそう、爆眼ですね、爆眼。 こういう爆眼爆眼に最近ハマってるっていうかあの爆眼のね YouTube タカラトミーがやってる爆眼のね番組があるんだよ爆ホビーチャンネルだっけなそれ見てなんか最近爆眼熱が再熱してきて今爆眼安いんでこんな感じで買ってますよダイソーにも売ってるからねこれダイソーで100円で買ってますこのデラックスっていうのもダイソーは100円なんだけどドンキーだとデラックスは150円で 普通のが100円って感じでしたね。うん。今のがニリアスデラックスだっけで、こっちがハウルカーデラックス。こっちにあるんだけど。あー、これも買ったわ。ちょうどウルトラマン。これ光なんだけど、まだ開けてなくて。これがね、アメフィラス星人。はい。で、ここでね、あの前使ってた iPhone で、あのー、YouTube 見たりしてます。YouTube プレミアム入ってるんで、コマーシャルはないんですよ。 そうでトトレカン、ね、トレカカねまそそう、ねまあ、そう,そうでこれねあの爆眼が面白いよっていう話で爆眼っていう何かっていうとこういうボール状態から転がしてなんか磁石が反応してこういうモンスターモードに一発で瞬間変形するっていうおもちゃなんですけどこれが今ねあの在庫が余りまくってるみたいで全国でめっちゃ安く売ってるんですよドンキとかのおもちゃ屋さんだけじゃなくて山手連レキとかもあってあとね ダイソーにやっぱあるっていうのはね、よっぽど余ってんだなって感じ。なので、爆弾ちょっと今から見直してみるのもありかなと思います。今はね、その宝富で言うと、ボトルマンとかアースグランナーがね、今売り出し中なんだろうけど、まあそこら辺はアースグランナーはやっぱちょっと高いっていうのもあるし、まあ出来はいいんだけどね。うん。で、ボトルマンはちょっと今入手しづらい。まあ再販かかったけどね。うん。うん、まあボトルマンもね、あれかな。まあボトルマン買いたいんだけど、やっぱちょっと入手しづらいんで、 並んでで買うぐららいだったら今これですよガチャポンガチャポンでこれあるんですよこれこれ300円のガチャなんだけどこれねこう押すとはい発射しますボトルマンのなんか原型 <laughs> みたいな感じですよねまあ、原型はビーダーマンかなうんいいですよねうんカードもちょっともうちょっと細かく紹介しよう外質悪いんだよなこれ あ、この映像じゃなくて、この印刷の画質ね。m a x r i v ッ t この前のウルトラマンのやつね。あの、ギャラクシーファイトだっけなんだっけあれ。ギャラクシー、ま、ああるじゃん。あの、本編の Z とは別に r i v ト t とかが出てくる、すっげえ面白いやつ。いろんなウルトラマンが出てきて、すごい面白いんだけど、それの一部をスクショを切り取って作りました。まあ、売ったりするわけじゃないんで、著作権とか気にな、関係ないんでね。うん。 マックスリブット3マススメめとかこれもね東映のチャンネルのスクショから作ったピンクターボ森ボ川ルナターボレンジャーでしょこれはねネットから拾ったこれは印刷の質が悪いんだよこれ線入っちゃってるネジレンジャー光インサイトのオリジナルトレカ制作委員会っつってこれはね僕が撮った画像から作ったあのハードオフのレトロゲームコーナーですね あ、これは普通に絞れな。あ、じゃなくて、ひずみなだ。ひずみなね。メガレンジャー対銀河アマンにしか登場しないやつ。あとなんだっけ、紹介してない。これサマーズのことだけ。ここにはね、英語で、みかんが3日ないようって書いてあります。これは、あの、山崎玲奈。乃木坂だっけな。乃木坂だね、そうそう。で、上田晋也。ネクスト、まあこれね、上に英語で、次の総理大臣って書いてあります。 この辺も全部上田だからね、実は。この裏とか見ると、実は上田なんですよ、これ。上田。俺を分析するのどおなじみのね、上田ですよ。これはドクター・ヒネラーだ。いいね。いいですね。めっちゃ質感もいいから。分厚いし。ちょっとね、出来はまあ微妙かもしれないけど、まあ自分で遊ぶ分には全然楽しいでいいかな。 まあ、売ったりするとなるとね、また、専門の業者とかに印刷してもらった方がいいと思うんだけど。タイタス。ね。こんな感じです。あとはだいたいいかな。そうだね。あとはなんか、オフハウスで買ったおもちゃの詰め合わせも開けちゃったりとか、あ,あとね、あれですね。あの、駿河屋のおもちゃ福袋、まだ開けてなかったのがあったんで、 ちょっと動画撮らずに普通に開けましたね。そしたらね、ババーン。これ入ってた。これね、3体、パーツ揃ってたんだけど、これね、何かっていうとね、あの、磁作ん違う。鉄腕探偵ロボタック、磁作チェンジシリーズっていうやつが3体入ってた。こういうのも入ってた。でもね、今回ひどかったのがね、そんなに大きくない箱だったわけよ。 中にこんなでかい粉のサッカーボール入ってた。<laughs> これは場所取ってたーっていうね。ひどい話ですよ。まあ他にも結構いいのはいろいろあって。まあこれ辺はね、まあもうあれかなって言うんだけど。ウィザードリングとか。あと今回なぜかね、パズル多かった。これ。これちょっと崩れてんだけど、ビーズのパズルね、ビーズ。パズルとか。 あ、こっちにカメラ振った方が早いか。とかね。これかな。これやる、やりすぎ工事っていう番組のパズルがね、2個も入ってて、ここにもあるんだけど。でね、おいしょあ、でもこれ、他のおもちゃも混ぜちゃったな。他のおもちゃも混ぜちゃったからな。いろいろ入ってたよっていう感じですね。他のおもちゃも混ぜちゃったし、 別のおもちゃ、まあ、おもちゃ出しちゃったりてるたいな。姿勢を変えようしょ。こっちにはあるんだ。そうだそうだ。これね。これパズルだよ。赤月にちゃちゃてパズルとか。これ,、ね、これは、あれか、アングリーバードかなんかのプレイセットだったりとか。あとね、あこれは当たりかもしんない。普通にね、状態がいい。古いプラレール入ってた。<laughs> しかも3両編成ちゃんと。 でね、あと、ここにも、なんか、いろいろもっと入ってたりとか。あとは、ないかな、うん。あ、そうそう。Twitter ではもう、だいぶ前に出したんだけど、M15 のソフビ、手に入りましたし、Amazon でも在庫復活してますね。やった。まだ今週のね、最新の Z 見てないんだけど、さっきまで B ファイター見てたからさ。そう。で、最新の Z は見てないんだけど、その前の Z かなんか出てきたんだよね。前だっけ前の前だっけどっちだっけ前の前か。 そうだね、はいまあそういうことでね M15 はゲットしましたあとはもうか入ってたっけうないかおいしょまあそんな感じで、えー、最近のおもちゃ遊びのね近況報告ですあそうそう爆弾なんだけど爆弾ねこのねスターターセット買っちゃえばいいと思うこれが一番いい俺前アマゾンで買ったんだけどこれで始められます なんかゴミが落ちてたこんな感じでね最近は僕やっぱねトリカ作るのに熱が入ってましたねまあでももう作って大体満足したから使ったのこのラミネートフィルムってこういう手張りのやつで作れるしほんで印刷した紙2枚だけだと紙がペラペラになっちゃっても嫌だから中に厚紙これをね敷いたりして 中に挟んで、でこのシワ消しピッツシワなしピッツ。あこれで接着して出ましたね。あ,あ、そういうのね、ガチャポンも回してたわ、これ。室外機のガチャポンとかも回しました、最近で言うと。あとはやっぱ今僕的に欲しいのはアースグランドアースグランダーのおもちゃはすごい欲しいな。 とボトルマンから今僕の中で熱いのはねうーんこ,ねこれ辺ねこれ仮面ライダーセイバーとかセイバーも面白いですよねキラメージャーも面白いしビーファイター面白いウルトラマン Z 面白いターブレンジャー面白いって感じでやってますあ一応クリスマス仕様ですからねこれ光るんだよ、ね、確か これどこで買ったんだっけこ100均で買ったんだろうな。よく買ったよな、これ。はい、ってことで、今回はね、おもちゃの、えおもちゃ遊びの金魚報告でした。もしねえ、なんか気になることなどあったらコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。